ハンター号によるドイツの訪韓外交訪韓外交は外交交渉において軍艦などの軍事力による威嚇などの間接的な使用によって相手政府に国会意思を示しまた心理的な圧力をかけることで交渉を有利に進める外交政策を言う。訪韓外交とは軍事力の威嚇的な行使を背景として圧力をかけながらも外交交渉で合法的に政治的目的を 達成しようとするという強制外交の一種であると言える。海上戦力は陸空部隊にはない特徴を備えている。違い保権、各種外交特権などから生じる国際政治における象徴性、各種式統制システムと海洋の移動能力から優秀る機動性、また軍艦そのものが物資集積所として機能する上に洋上補給などを行えば非常に長期にわたって、 停泊し続ける持久性を備えていることから、この外交政策に最も適していると考えられている。アメリカ合衆国東インド艦隊司令官のマシューペリー提督は1853年に軍艦を率いて来日し、裏側へ入港して日本へ開国を要求。翌54年には艦隊を江戸湾に侵入させ、日米和親条約を締結して外交関係を結ぶ。 ペリーは議会から公選許可を得られていなかったが強硬姿勢により日本を開国させた。日本が行った訪韓外交としては高下党事件等がある。現代においては原子力空母を中心とした機動部隊が訪韓外交の役割を担っている。ありがとうございます。